その男、消防につき。よい、拳銃を血に染めてくれた輩の顔を一目見ておきたい。おうおう、わざわざ国王様のお出ましか。ご足労おかけだな。お前がトラマルとやらか。飯は食わんのか。俺は飼い犬じゃねえ。てめえらの施しなんぞ受けん。なるほど。ところで貴様、なぜこうも暴れてきた。なぜ、他にやることがねえからさ。飢えてんだ、乾いてんだ。常にこの体が血と戦いを求めてる。だから名のある奴は片っ端からぶっ殺してきた。誰かに構わずな。獣以下だ。虎の方がまだ理性がある。褒め言葉として受け取っておくよ。これきつく縛っておきな。じゃねえとこの牢もぶち破ってこいつら全員食っちまうぞ。そんな衰弱しきった体で暴れ続けたら死ぬぞ。死んだ時はそん時で、俺はそこまでの男だったということだ。だから死ぬまで暴れてやるぜ、国王さんよ。その調子ならここで無駄死にするだけだな。あ、いけません国王様。大丈夫だ。何の真似だ。お前の剣は泣いている。あ、古月一刀流、先代を殺すことでのみ継承される一子相伝の秘伝剣術か。そうだ、古月一刀流は天下無敵。俺がそれを証明していく。虚しいな虎丸よ。それが死を手にかけたことへの罪滅ぼしのつもりか。何、その血に汚れた剣で悪名を轟かしてお前の死とやらは喜ぶのか。国王様。お前に何がわかる。まだそれだけの体力が残っているとは。もうほど恐れられるだけはある。待て。よいか、とらわれよ。私はな、人より多く力がある者にはその力を生かす使命があると思っている。貴様のその余りある力は天からの贈り物なのだ。贈り物？何の話だ。今日より貴様を我が国王軍に迎え入れる。はぁ、はぁ、100の武功を挙げれば晴れて無罪放免。それまでは国王軍として従事し国のために働いてもらおう。どうだ、このままその牢でのたれ死んでも構わんぞ。これならまたお前の好きなように暴れられるぞ。正気かお前。国王様、いいのですか。こいつはかの有名な人斬りですぞ。だが腕は確かだ。外での蛮行も正しく使えばここでは才能。同じ力なら暴力を能力に変えてみせよ。とんだいかれた王様だぜ。お前がよくても他の連中は俺を望んじゃいねえみてえだ。それでも俺を迎え入れようってのが。今に変わる。頭のおかしいやつだぜ。面白い。いいぜ、少し体もなまっちまったからな。本当に100の武功をあげたら俺を解放するのか。約束しよう。よし、その時は真っ先にお前らの首を跳ね飛ばしてやる。まずは腹ごしらえだ。山盛りの団子用意してくれ。よいか、これからお前も国王軍だ。国に仕える者として身なりを整え教養を身につけるんだ。何見てんだ。悪しき習慣は心身を乱す。正しき精神と肉体に正しき力は宿る。何事もバランスが大切だ。
なんだおめえら、情けねえな。あ、待ち、うりゃー、トラマルが敵将を撃ち取ったぞ。うれしねえ。ダメダメ、生け捕りのみだ。そういう約束だろ。まあいいや、まずは1個目の武功だ。何泣いてんだよ、虫が。死ぬかと思った。すげえな、お前助かった。ああなんて苦しい戦いなんだ。うれ、トラマル、おさっとすんな、死にてえな。すまない、ありがとう。何、トラマルが助けてくれたぞ。俺もだよ、俺も。謎はない。あいつは女子供を手にかける合格人だぞ。違う。あいつは俺たちの仲間だ。トラマル、俺に剣を教えてくれ。バカ野郎、俺が先だろ。俺にも教えてくれよ。お前が探してるよ。なんてだよ。俺だよ。行けよ、お前。なんだよ。待ってよ。俺だ。あー、うるせえ。分かったから黙ってさっさと一列並べ。俺だ俺だ、よしよしよし、これ先、これ先、並べ、これ俺だ、頼む。大人気ですな、あの男。まさか国王様はこれを見越して。さあな。みんな、トラマルがもう少しで100個目の武功をあげるぞ。みんな苦しくても頑張るぞ、あいつのために。おーおおやったじゃねえか。やったぜ。これでトラマルは自由だ。うわあ、すげえ。出ていかない。どうして。これまでのお前の功績により過去の罪も全て帳消しになったのだぞ。今すぐ外出てもやることはねえし、俺が抜けたらあんなクソカス国王がすぐに全滅しちまうだろ。ま、奴らがどうなったって俺の知ったこっちゃねえが、ちょっとアヒマらしいここにいてやっても。トラマル、やったー。おお、もう一緒に稽古できねえと思ってたよ。まだいてくれてたんだね。嬉しいぜ。ありがとう。泣くんじゃねえよ、気持ち悪い。少々約束と違うな、国王。もうここに居座る権利はないぞ、トラマル。出ていかないのなら死んでもらうしかない。国王様、しかし今やこの男は。生まれ変われ、トラマルよ。血生臭い人斬りではなく、人を導く剣聖となれ。その剣で死に悪名ではなく生まれたなき名を残せ。よいか、今は長く続く武の時代。武の時代において天下平定を目指すには武をもってしかなせぬ。だが、いつしか世が収まる安寧の時、正しき導き手は必ず現れる。世を照らす太陽のごとき者が、その者が現れた時、この国の未来のためお前たちはなすべきことをなせ。トラマルは今ここに死んだ。そして今新たに剣聖聖が誕生する。国王、名は体を表すという。その名に恥じぬよう、我が信念のもと、その力正しく使ってみせよう。